参考会はデジタルと作業代行で労務負担を減らします。全国対応可能で関東圏のお客様が増加中。詳しくは概要欄からご覧ください。こんにちは、社会保険労務士の竹久です。今回はですね、労働保険年度更新に関するお話をしてみたいと思います。今年もですね、年度更新の時期になってきまして、そろそろ封筒が労働局とかから届く頃じゃないかなと思います。今回お話しするテーマはですね、結構皆さんご存知かもしれないんですけれども、まだご存知じゃない方がいるかなと思いまして取り上げてみました。その内容はですね、労働保険料の納付方法についてです。労働保険料は口座振替納付ができますよっていうお話をしたいと思います。労働保険料ですね、以前からやられてる方は未だにですね、こう納付書を金融機関に持って行って納付してるって方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。ただですね、今の時代は金融機関に出向かなくても納付することができるようになってます。その一つの方法なんですけれども、まずですね、電子納付というのがあります。例えばちょっとこちらに3つ載せてるんですけれども、 eGov からインターネットバンキングによって電子納付するとか、インターネットバンキングから直接電子納付するとか、 ATM から電子納付するとか、この3つあるんですけれども、こちらの3つ前提としてですね、申告の手続きを電子申請でしてるっていうことがあります。こちら厚生労働省のリーフレットなので、よく見ていただくと 1,2,3 すべて文頭にですね、電子申請による年度更新申告手続き後っていうふうに書いてるんですね。なので電子申請してなければ電子納付できないということになってしまいます。もちろんですね、電子申請非常に便利ですので試してみていただきたいところではあるんですけれども、なかなか手続きの数が少ないような会社さんとか、 IT なかなか苦手だなみたいな方については、 eGov でアカウント作ってみたいなところってなかなか億劫だったりわからないって方もいるんじゃないかなと思います。弊社みたいにですね、いろんなお客様の手続きをするので、すごい数をこなす場合は当然電子申請してなきゃ大変なんですけれども、比較的小規模の会社さんで自社の分だけ手続きするっていうことになると、電子申請しなくても紙でも別にいいかなみたいな方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。そういう時に非常に便利になるのがこちらのですね、口座振替納付というものになります。こちらも厚生労働省のリーフレットから拝借してるんですが、メリットのところはまあ当然ですよね、金融機関へ行く必要がありませんとか、納付の忘れとか防止とかがありませんとかっていうことになります。意外と知られてないのがですね、納期限が遅くなるというメリットも実はあります。こちらの緑色の表を見ていただきたいんですけれども、例えば第1期小規模の会社さんだったら年に1回かもしれないので、その時は前期っていうことになるんですけれども、ここは通常であれば7月10日までに納付することになります。しかしですね、口座振替納付の登録をしていれば9月6日までに納付すると、つまり9月6日が引き落とし日になるということですね。2期3期があるような会社さんに関しても1期の時ほどのゆとりはないんですが、だいたい14日ぐらい遅くなる、1期のところは58日も遅くなるということで、まだですね、創業したばかりで資金繰りが厳しいみたいな場合は納期を遅らせてくれるっていうところも結構メリットになるんじゃないかなと思います。口座振替の申し込み方法なんですけれども、そんなに難しくありません。申し込み用紙がありますので、こちら記入して金融機関の窓口に持って行っていただくだけということになります。ここ小さく米印に書いてるので、ちょっと見づらいかもしれないんですけれども、当然手数料はかかりませんとかですね。あとは申告手続きのところでちょっと注意点としては、金融機関に申告手続きをしに行けるわけではないですよということですね。口座振替の申し込み書については金融機関ですけれども、通常のですね、申告書については監督署だったり労働局だったりに提出していただくことになります。最後ですね、注意点なんですけれども、申し込んですぐできるっていうわけではないんですね。なので例えば今年の年度更新から口座振替に変えたいなっていうのは現時点ではもう間に合いません。一期ですね、9月6日の納付に間に合わせるためには2月25日までに申し込みを行わなければいけないということになるので、かなり早い段階になるんですよね。ただですね、じゃあ来年の1月2月あたりにこのことを覚えてるかというと、なかなか難しいんじゃないかなと思いますので、これを機にですね、もう来年に向けて今から提出しててもいいんじゃないかなと思います。
もちろんですね、ここの赤枠にある通り、引き落とし日の3週間前に内容をハガキでお知らせします。で、引き落とし後も3週間で結果をお知らせしますっていうことなので、知らないうちにお金が減ってたみたいなことはならないのかなと思います。口座振替納付の申し込みが完了していれば、申告書が労働局から届いた時もですね、納付書のところに口座振替納付みたいなことが書かれてて、納付しなくていいような形になってるはずなので、そうすると今後は非常に楽になってくるかなと思います。今回はですね、結構皆さんご存知の方も多いテーマだったかもしれないですけれども、それでもまだされてない方もいらっしゃるかもしれないので、そういう時はですね、ぜひやってみていただけると楽になるんじゃないかなと思います。それでは今後も人事労務についてわかりやすく解説していきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。